パーベル・パーブロビチ・ボロジンは、ロシアの政治家。1993年11月15日から2000年1月10日まで、ロシア大統領府総務局長。2000年1月26日から2011年11月15日まで、ベラルーシ・ロシア連合国家国家初期。1972年ウリアノフスク農業、大学経済学部を卒業する。 1973年から1980年まで建設業の仕事につき、ヤクウツクゲオルギアエコノミスト家副総支配人となる。1980年ヤクウト自治共和国のビルイスク氏執行委員会議長。ヤクウツク氏執行委員会議長。1985年ハバロフスク高級等学校を卒業する。1988年ヤクウツク市議会選挙に立候補する。 1990年から1993年まで、役打つ伏会議長。同年ロシア共和国人民大議員に当選する。1991年5月、人民大議員大会では、会派、祖国に所属した。8月クーデター後は、ソ連共産党を離党する。1993年2月、進歩のための同意会派と、女性、家族、母性、 児童養護委員会に所属した。1993年11月15日から2000年1月10日まで、ロシア大統領府総務局長。1995年12月、ロシア連邦議会会員国家会に選挙では、イワン・ルイプキン連合の名簿に掲載されたが、同連合は5%条項を突破できず、ボロ人は議席を得ることはできなかった。1996年に、 サンクトペテルブルク第一副市長を辞職したウラジーミル・プーチンをロシア大統領府総務局次長として抜擢、プーチンをモスクワへと移動させた。2000年1月26日から2011年11月15日までベラルーシ・ロシア連合国家の初代国家初期を務めた。大統領府総務局長時代からエリチン政権の金庫番とみなされていた。 マネーロンダリングの容疑で2001年にはアメリカで逮捕されている。ぜ、ぜ、ありがとうございます。